カウントダウン TV をご覧の皆様、こんばんは。G ボーイズです。はい、ということでですね、4時ぴったりですね、明治安田生命第32節、アウェー鹿島スタジアムでの鹿島アントラーズ VS 清水エスパルスということでね、リアルタイムで、試合を見ていくっていう感じで今日はね、やっていきたいと思います。始まるよー。はい、今ね、メンバー発表ですね、鹿島の方から。なかなかすごいメンバーですよね。で、主審が佐藤さんということで、辰田は今日はね、キャプテンマーク巻いてますね。いやー、楽しみだ、楽しみだ。それから今ね、エスパルスの方の、メンバー紹介をしてるんですけど、おー、鈴木唯人選手とか、奈良岡選手、それから宮本浩太選手っていうのが、スタメンで入ってますね。なかなか面白いんじゃないんですかね。今シーズンでね、もう引退するっていうことが発表されたんですけど、まあ、本当にね、今までありがとうございました。本当に清水のためにね、体を張ってね、十数度の手術、をしてサッカーを続けてきたってことなんですけど、まあツイートを皆さんもご覧になってると思うんですけど、すごい男らしい、人だなっていう、選手だなっていう、本当にね、偉大な選手の幕引きですから、今日はね、もう必ず勝ちましょう。まあ、せっかくねリアルタイムで見てるってことなんで、試合予想をね、あらかじめ最初にしておこうと思うんですが、僕は2対1でエスパルスが勝つと思いますね。パルちゃん、パルちゃん、今日のね鹿島アントラーズと清水エスパルスの試合の試合予想をね、パルちゃんどう思ってるかね、僕に聞かせてほしいな。パルちゃんどう思ってるかな。うん、ちょ、待て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 、マッチングアプリで待ち合わせした女が2時間経っても来ないからおかしいなと思ってブチ切れて連絡したら、実は会うのが次の日だったって話を今ここでするなよ。そんな番組ある？そんなサッカーチャンネルやってる人、あぶね、うわー、いや前半3分10秒ぐらいで失点、早いな、ちょっと。早いな、セットプレーだったから。ああ、やっぱコーナーから。失点っていうのは逆転するチャンスですからね。チャンスが転がり込んできたんですよ、清水に。こっからですよね、こっから。奈良岡、ボールを持った時、結構面白いね、面白いですね。縦に縦にっていう意識があるんで、もう必ず中に放り込んでやるっていう、あの意識がいいじゃないですか。好きだね、ああいう選手。やっぱああいうプレーをもう一回しておくと仲間から信頼されるんで、やっぱボールが集まりやすくなりますよね。よし、来た来た、ドゥトラ、ドゥトラから打った打った打った、惜しい、サイドネット、うわ惜しい惜しい惜しい。はい、さあパルちゃん、前半早い時点でね、まあ失点してしまったんですけど、パルちゃんはこの試合展開どう見てます？マッチングアプリで出会った女とさ、ご飯食べに行って話が面白かったからちょっと笑って喋ったらご飯粒がポーンって飛んで、それ以降気まずい雰囲気になって、その後一切メール返ってこなくなった話、今ここでするなあ。誰が興味あるんだよその話。うわ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 、前半12分、失点ですね。きつー、キーパーかわされちゃったな。きつー、まあ、ディフェンス4枚いて、まあ揃ってるんですけど、まあ見事なスルーパスっていうところで、ちょっとこれはね、これはちょっといけないやられ方ですね。うわーうわー、ナイスキーパー、うわー、大久保ナイス。今前半17分ぐらいで、今ねたまたまボールがねゴール前の、エリアの中でね、まあ人が密集してたんだけど、鹿島の方にねボールがね流れちゃったんですよ。それを振り向きざまで、まあかなり勢いのあるシュート、もうコース完全に右が空いてるなってとこだったんですけど、大久保選手がもうやってくれましたよ、見事なセーブ。最近神がかってますよね。おー、FC には
ファールをうまいこと取りましたね。前半29分に差し掛かるっていう部分で、さあこれで追いついたら面白いことになりますよ。西澤選手なかなか直接のフリーキックのゴールっていうのはないんで、きっちりここはね、まあ決めてほしいところですね。この距離なら狙うんじゃないかなって思うんですよ。さあどうなる、さあどうなる、視線を正しておこう。どうなる、頼む頼む頼む、うわー、うわー、コースは良かったけど浮いちゃったな、ちょっと浮いちゃった。おう、おう、いや金は金、おう、うん、であとブツはブツ、うん、2だよ2、うん、ランボー2、ランボー2とジュラシックパーク3でしょ。何回言ってもジュラシックパーク3って言ったよ。頼むよ本当に。はいはいはい、あれ、ま、待ってるじゃん。はいはい、ということでですね、たった今前半が終わって、まあ残念ながら今のところね2対0ということなんですけれども、うん、まあちょっと試合展開がねちょっと鹿島に押されてきてしまってるんで、まあなんとしても後半やってもらいましょう。57分エスパルスのコーナーキック、デュトラー、うわー、いやー、うわー、うわー、ゴール左にそれていきました。個人的にね、僕は鹿島の選手でいうと遠藤康選手結構好きなんですよ。エスパルスサポーターなのにって言うかもしれないですけど、結構昔から好きなんですよね。なんか寡黙な感じで、秋田選手とかいましたよね、鹿島アントラーズ。なんかアントラーズの選手って武骨でなんか寡黙な侍みたいなイメージが結構あるんで、その鹿島アントラーズのイメージに結構あった選手なのかなって。はい、今ね後半72分で、まあ、まだまだ、2対0でね、負けてるっていう状況なんですけど、ここで一つね、皆さん、まあ、自宅で、ダゾーンで見るときってどんな感じで、応援してます？僕はね、まあ、こうやって YouTube 撮ってるときはもちろんこうやってユニフォームを、まあ、着てるんですけど、まあ、こうやって僕 YouTube とか、まあ、撮ってない時でもエスパルスの試合の時って、まあ、家の中でね、まあ、観戦するにしても僕ユニフォーム着てたい派なんですよね。皆さんどうかなっていうとこ結構ね気になったりするんですよ、まあ、全然私服で見るよとか、家なんだからパジャマで見るらいっていう人もいると思うんですけど、みんなどんな感じで見てます？まあ僕こんな感じだよとかあったら、まあぜひね、コメント欄によろしくお願いします。はい、それから75分になったところで、今ベンチに金子選手の姿ありましたね。はい、やっぱりそうですね。西澤選手に代わって金子選手ですね。いやー、西澤選手と金子選手同時に出てるところ、結構見るの好きなんですけど、まあしょんないですよね。まあ金子選手とか中村選手にね、まあ後藤選手、変わって入ってきた選手に期待していきましょう。いや、何、79分、今ちょっと、バウド選手にイエローカード出たんですけど、なんか手がパーンと当たったよ、みたいな、この、何、36番の選手の顔に当たってるか、当たってるか、なんだこいつ。マジで。なんかちょっとカード増えてきたんで、この辺ね、ちょっと気をつけていきたいですね。なんだこの審判マジで。まあイライラしたら負けですからね、一旦落ち着きましょう。一旦我々もね落ち着きましょう。はい、ということで、90分経過、今試合が終了しましたね。一言の感想で言うと普通に負けたって感じでしたね。悔しいな、普通に負けた。やっぱりどう考えてもシュートが少なかったですよね。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。
チャンネル登録の方ね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。